マルハバン。ということで、今回は、ウィクラスカウト編、やっていきたいと思います。はい。ということでね、アップデートされましてですね、プレイヤーマネジメント、トレーナーマネジメント、この両方をやっていきたいと思います。では、はじめにね、トレーナーコンタクト、これがね、溜まってるんで、これをやっていきたいと思います。まずは、普通の、通常のね、トレーナーコンタクト、まあ、星4から星7のね、コンタクトですね、これをやっていきたいと思います。はい、星7カモン、星5、オーケー、フエゴ、いいよ、フエゴ。24歳以下の、選手であればいいですよっていう。さあ、シルバートレーナーコンタクト、星5から星7、はい、星6カモン、星6以上カモン、星6、いやー、惜しい。わー、また24歳以下。いやー、これ参ったな。はい、じゃあゴールドコンタクト。まあ、これは星6以上は最低保証なんで。いやー、まあ、それでも星7かも。星7かも。いやー、星6か。エース、いやー、ないか。おー、これスペシャルトレート。あ、これはいいね。スペシャルトレートが、特性がね、アップしていくっていうのは非常にいいのかなと。さあ、こっちもね、やっときたいですね。わ、トレーナーのこっちもアップデートされまくってますね。あ、これいいじゃん。星5から。キャンペーントレーナースカウト。うわ、掛け10じゃん。うおー、これいいね。星5最低保証だよ。これおすすめです、今の。トレーナーキャンペーンスカウト。はい。今だけですよ、やってるの。ゼロペスコインでやれますから。掛け10を。さあ、いやー、おー、星6が1、2、3、4、5枚抜き。きた。いや、うん、5枚抜きの。残り5枚は星5ですね。いやー、星7エース来ないかな。おー、27フォワード、いいっすね、いいっすね。次、はい、星5左足、まあまあかな。まあアビリティブーストがちょっと低いな。はい、で、まあ、うーん、アビリティブースト、まあ、うーん、まあちょっと低いね。はい、星5、まあ、60超え、星5でアビリティブーストが60超えるといいんだけど、お、このトレーナーはいいね。アビリティブースト70、星5で70はすごい。ただ、まあちょっと練習の効率的にはちょっと低すぎるな。はい、星6、はい、来た、いいね。これはまあまあいいんじゃないかな。まあまあ妥当というか、星6で、ブーストが60、アビリティブースト60以上の、まあ、70か。おー、いや、これさっきの星5のトレーナーと一緒じゃん。あ、まあ、一緒だな、本当に。はい、星6の70、アビリティブーストので62。あ、まあまあ、星中盤か、中盤24歳。若いのが多いな。お、23から29。オッケー、来た。で、64、66。まあ、これ平均的だね。うん、偏った感じだね。うわー、これもすごいな。いやー、なるほど。オッケー、こんな感じですね。いや、素晴らしい。いやー、これはね、ありがたいキャンペーンですね。トレーナーキャンペーンスカウト。まだやってない人はね、ぜひやってみてください。ということで、最後ね、こっち。プロモーションビューやっていきたいと思います。まあ、これをやった後は、プレイヤーマネジメントいよいよやっていくわけですけど、まあそのプレイヤーマネジメントでね、まあじゃあキャンペーンがあるのかっていうと多分なかったと思うんだよね。そのキャンペーンがあれば、結構いいんだろうけど、ただ今無料で、今スカウティングリストもさ結構いっぱいじゃんね。あ、だからそんなできないっていうのもあるんだよね、実際。
あ、星5でしたね。星5ですね。おー、アビリティブス。あ、まあこれは平均的でいいかもね。まあまあ、まあまあって感じだね。さあ、プレマネいきましょう。プレマネはね、これもアップデートされましたね。ただこれは、こんなフェスコイン持ってないんで、300なんて。あ、まあこれを一つやっていく。20ペスのね、星5が最低保証、それ一つと、まあこのフリーユーロぐらいかな。こっち30ペス、エナジーはまだちょっと貯めたいので、うん、まあそんな感じですね。フリーユーロとあれをやっていきましょう。さっきのレジェンド、まずはフリーユーロからね。星3から7。まあこれはあんま期待しないんで。いやー、星5か。うわ、セリック持ってるよ俺。同じ選手持ってるわ。しかも早熟だったよね。うわー、あんまりいらないっちゃいらない。じゃあこれやっていきましょう。20ペス。これにかける。頼む。来てくれ。来てくれ。星6以上。星6以上を。星6以上を。頼む。OK! 星 6! そして星7演出、カモン。星7演出、カモン。いやー、うわ、ダニーロー。え、ダニーロってさ、左じゃないの？左サイドバックじゃないの？おお、でもいいね。まあ、いや、でも、いや、よくはないな。22歳で、晩成型はあんまよくないな。まあ、若ければいいんだけど、若くないからな。ちょっと、微妙だね。ダニーロ。まあ、でも悪くはない。はい。ということで、ということでですね、ディテール見ていきたいと思います。まあもう300人全員いるんで、ちょっともうスカウトはできないんですけど、とりあえず、取った選手の、ディテールを見ていきましょう。はい、こんな感じですね。ダニーロ、まあこれは星6以上なんで、これは紹介したいと思います。じゃあね、まず成長線グラフ、スローデベロッパーということで、まあ、30歳から32歳がね、まあ、全盛期という感じですね。で、アビリティ見ていきましょう。フルバック、うん？オフェンシブフルバックということでね、まあ、攻撃的サイドバックですね。サイドバック、スピードがまあまあ、結構。いい感じですね。で、まあ、ローパスなんかも、まあ、70以上あっていいですね。まあ、キッキングパワー、スピード、そして瞬発力が、まあ、高い選手ですね。ボディバランスもあって、スタミナもある選手でいいですね。まあ、スピード系選手、どちらかというと。で、まあ、アタッキングセンスだったり、ボールコントロール、ドリブリングっていうのは、まあ、ちょっと微妙な感じですけど。まあ、オーバーラップしてもらえればいいのかなと。ダウンザライン。そしてミドルレンジシューティング。いいですね。で、ナックルショット。ウェイティングパス。ピンポイントクロッシング。ローロフテッドパス。インターセプティング。いいね。いいね。非常に素晴らしいスキルが揃ってる。しかもナックルショットとかさ、なんかこう、普通サイドバックが持ってないようなシューティング、スキルも持ってるから、これは非常にありがたいね。で、ピンポイントクロスもあるし、ローロフテッドパスなんかもあるし、素晴らしい。インターセプトも持ってる。もうサイドバックにしちゃ、もう最強スキルだね。うん。はい。っていう感じです、今回は。で、一応ね、プレイヤーコンタクトって言って、まあ、チケット4枚持ってるんですけど、まあ、これね、まだちょっと、できない感じなんで、
じゃあこっちセレブレーションの方もね、まああと26から8まあまであるんで、まああと1回このエリートプレイヤーユーロができて、もう一つができるかできないかみたいな感じなんで、これクレジットはもう終わりなのかな。まあこれを獲得しに行きたい感じなんですけど、セレーション、まあ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 、これをまたやっていきたいですね。じゃあ次回のスカウト編も楽しみにしておいてください。一応はい、ここまでですね。ではバイチャラス。